よう、4年ぶりだな、ライナー。あれ、お二人は古い友人だと聞いたんですが。ですよね、クルーガーさん。ああ、お互い積もる話が多くてな、何から話せばいいかわからないんだ。ありえない。エレン、座れよ、ライナ。ここはいい席だろ。ステージの喧騒がよく聞こえる。この上の建物は普通の住居だ。ステージの裏側だが、多くの住民が幕が上がるのを楽しみにして待っている。ここのすぐ上でな。あれ、クルーガーさん、手を怪我しているんですか？ああ、擦り傷だ。ライナー、座れよ。では、僕は先に戻ってますね。いや、ファルコ、お前もここで話を聞くんだ。ファルコ、言う通りにするんだ。はい。エレン、どうやって、何しにここに来た？お前と同じだよ。わからないか？お前と同じだよ。仕方なかったってやつだ。